こんにちは、わたるです。今日もカノンさんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。カノンさんには事前にキスや手をつなぐのが苦手だから、今日は精力剤を飲んだらどうなるかっていうのを撮影しようというふうに伝えてます。そこで今回のドッキリの内容ですが、精力剤とオロナミン C を入れ替えていきます。自分は精力剤を飲んでると思い込んでるカノンさんがどんな反応をしていくかっていうのをモニタリングしていきます。精力剤が効いてきたって言ったらカノンさんは嘘つきです。それでは入れ替えていきましょう。じゃあちょっと最初に簡単に商品紹介をしたいと思います。これ見えますかね？スゴジュウ、宝泉堂のスゴジュウです。見てください、このパッケージ。芯からみなぎる、先までみなぎるって書いてあります。結構大胆ですよね。そしてみんな大好きオロナミン C。 よし、じゃあ早速入れ替えていきます。じゃあまずスゴジュウ開けていきますね。この中身は一旦コップに出します。ちょっと癖強いと思ったけど意外といいにおいです。なんか匂いの感じだとちょっと醤油とコーラが混ざったような味だと思います。この中にですね、今オロナミン C を入れていきます。おお、いい音、上手上手。でオロナミン C 入れたのでしっかり締めていきます。じゃあ今から箱に戻します。よし、これでカノンさんを待ちたいと思います。皆さんこんばんは、元男の子の青木カノンと小樽です。今回は事前に伝えた通り、キスも手もつなぐのが苦手なカノンさんに対して。苦手です。ですよね。はい。恥ずかしいの？そう、なんかね、苦手なんだよ。恥ずかしいんだよね。それは多分変わりようがないから物に頼ろうってこと。でもこれさ、 YouTube 的に大丈夫なの、こういう精力剤？おー、でも確かに見たことないな、そんな動画。まあ一旦撮ってみる。はい。じゃあ準備したのこちらです。スゴジュウ。これ知ってる、ヒカキンさん。じゃない、ヒカキンさんじゃないわ、ヒカルさんの動画でよくこれ出てた。え、マジで？うん。もう紹介、じゃあ知ってた、この存在は。知ってる、これだってコンビニ売ってんじゃん。うん。えってか、やばい、芯からマジで。でもすごい、これ体にいいんだよ、見て。ほら、ヒアルロン酸とか高麗人参とか。ああ、高麗ね。うん、ロイヤルゼリーとかさ、うん、あ、いいじゃん。体にいいものばっか入ってる。マカ、マカってあれでしょ、要はまあよく ね、ドンキとかによく売ってるような。そう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 。でもマカってそもそも多分体にいいから。ああ、そうか、うん、だからここに本当に体にいいもの尽くしのドリンク。え、これいくら？え、いくら？2000円とか。え、やば、多分そんぐらいする。でも2000円でさ、少しこう買われるんだったら安くね。まあ、そうだね。薬みたいに言っちゃってあれだけど。じゃあ中身開けていくね。一応ね、1本飲んで美味しいってなったら2本目も飲みたくなると思ったから2本買ってきた。ほんと？じゃあ一緒に飲まなきゃ。一緒に飲まなきゃ。そうだよ。なんで、いや、自分だけ、何、エロくならないで、何、私がこう変な風になってるの見たいってか。いや、俺は別になんかいつも先まで見なきってるからさ、いいかなって。いや、見なきってね。やば、すご。すごいし、かわいい、ちょっと、すごくない？てか、色が別にあれだね、普通のね。なんていうの、リポビタンデみたいな。ああ、まあ確かに。開けてあげる。はい。あ、でもいいよ。なんか、うん、薬っぽいけど。ちょっと薬っぽいよね。超絶配合。怖いんだけど、もう飲む前からなんかドキドキしてる。じゃあ乾杯する？乾杯しますか。はい。はい、じゃあ乾杯。はい。いいっす。え、普通にうまい。うまっ。何これ。なんかデカビタみたいな。あ、うまいね。うまっ、もう飲んじゃった。俺も、もう飲んじゃった。これさ、なんかめっちゃ音鳴ってるけど。うん。キルギルギルギルって、多分体がね、今拒否反応出した、ちょっと。拒否反応？今ギルギルギルって言ってる、胃が。本当に？うん、やばい、興奮してきた。ちょっとやめてよ。いけ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 。え、本当？それはそうだけど。でも体の体温もすごい上がってきた。マジで？顔赤くなってきてると思う、ちょっと。本当？でもね、うちね、その、エピソードがあるの。うん。なんか学生時代さ、授業と授業の間です、休み時間になっちゃう。うん。で、まあもともとさ、ここに出てるって私、男子だったわけだよ。うん。だからさ、
あのもしかしたら分かるかもしれないけどさ、暇立ちってなかった？暇立ち、うん、暇立ち朝立ちっていうのがあった、ね、あったでしょ、うん、要はあの授業の終わりの時さ、うん、起立でーってする時にさ、なんかもう勃起しちゃってるみたいな授業の時ね。そうだから寝ててくーっつって手しびれてんな、くの字になるっつってなってる時のさ、頑張ってこう立ち上がる時どうしようかなって、こうやってこうやってなんか大体こうやってなんか腰が引けてるやつは、あ、うん、立ってんだなみたいな、興奮してきたかもしれない。すごい時間を伸ばして、でもこれ清涼飲料水って書いてあるけど、あ、本当だ臨床がすごい爽やかなんだけど、効果はすごいな。今どんぐらい来てるのか、例えば1から10だとしたら、うん、10が例えばもう、いや、やばい、もう我慢できないみたいな感じだったので、あ、まだでも2、3くらいですね。あ、でもね、なんかね、うちもちょっと、なんだろう、持ってきたでしょ、体が、うん、でしょ、なんか体温上がってこない、うん、でしょ、ちょっとだけなんか、あ、でもすごいね、これ嘘、いい感じ、ちょっとだけ、ぶっちゃけどう思う、なんか付き合って手つなぐの苦手です、キスするのも恥ずかしくて苦手ですみたいな言うさ、うん、彼女ってどう思います？別に血と手に対してこだわりがないからさ、してくれる彼女としてくれない彼女って比較した時に、うん、どうだって言われても、うん、そこに対してなんとも思わないから、でもなんかね、うん、手つなげるようになってきた、嘘、うん、なってきた、このスゴジュのおかげで、うん、本当にほら手つなごう、うん、ほら、手つなげる、え、これすごいかもしれない、じゃあ俺は手をつなぎたいなと思ったらスゴジュを課金して、うん、飲ませて、そうそうそう、数分経った後だったら OK、 まあただ、まあ、彼女目線からしたら、あのなんか食べ物にこうやって混ぜといてもらった方がいいかもね。そしたらさ、あれじゃん、あからさま感が多くなるからさ、手つなぐために課金してると思ったらちょっとリアルだからさ、なんか最近そうだ、確かに、やっちゃった方がいいかもしれない。あ、でもなんか、うん、ちょっと本当に、なんだろう、鼓動が上がってきた。え、すごくないこれ。すごい。なんかね、懐かしい気分が。なんか、ムラムラしてくる、わかる？学生時代。うん、わかる。もうその時ってやっぱさ、チンチンもさ、ついてるからさ、男性ホルモンがさ、みなぎるわけよ。嫌でもみなぎっちゃうね。で、その時って、なんか、うわ、もうそういうの嫌なのに、なんで性欲上がってくんだよ、みたいな、わーみたいなったの。たた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 た抑えきれないのね、やっぱり思春期だから、うん、そうだね、その時っぽく今なってる、ええ、ちょっとエロい気分になった、本当に、え、でもこれすごいよ、いや、なんかすごい、ほら、これ、お、やばい、触っちゃう、やばい、やばい上がってきた、うん、本当、うん、だってほら、触ってみ、なんか、あ、熱いよ、ほら、あ、本当だ、熱いでしょ、こっちだ、こっちだ、やばい、皆さん、これなんかこう、この先の人には入れた方がいい、今夜決めるぜって人はいいかもしれない。え、今何割ぐらいだったの？ 3、4 割ぐらいかな、まだ。え、分かった、あれだよ、やっぱさ、私さ、女性ホルモン剤やってんじゃん、うん、薬が効きやすい体になってるかもしれない。なるほどね、うん、だってこの温度差おかしいもん、だってうちだけなんか効いてるっぽい、なんか確かに、うん、なんか、ちょっと、やばいなんでいや、これさ、多分2本ぐらい飲んだら我慢できなくなるんじゃない？すごいかもしんないね。今日さ、泊まっていっていい？まだ終電間に合うんじゃない？あ、本当になんか、本当。あ、でも確かに、ね。ぼーっとしてきた。ぼーっとしてくる、これ確かに。眠くなってくるもん。うん、動画いいんじゃないもう。っていうぐらい、本当に、そう、今ね、なんか。味覚がそう、ドクンみたいな。なんかもう、本当、どうしよう。今日ボディタッチ回数多くないですか？もうキスしちゃうよ、本当に。やっぱ効果出てる。いや、もうめちゃくちゃ出てるよ。これ見たら分かるっすよ。こんなになってても、ろれつ回んないし。一回落ち着こう。うん、落ち着くよ。本当に効果出てる。もう出てる。本当？ちょっと待って。ちゃんと聞くよ。え？体固定ってます。エロエロモードです。本当？そうよね。実はね、カノンさんが飲んだこっちの方に関しては僕が妊娠できた。僕が飲んだのは本物です。ちょっと待って、これやらない。本物です。そうね、これさ、動画出せないよ。出せないよ。もう今後出す動画を信用してもらえないじゃん。だから演技してる。ちょっと待って、本当にこれ。隣にいて、あ、演技してんなと思って。え、これ出す？そうか。せっかくね、なんか面白い位置になってしまう。バカ出す変態。いや、変態じゃないって。今回の動画見て楽しかったなと思った方は
グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします、はい、お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok とあとノートやってます。渡るくんもノートやってるんで、それもぜひ見てください、はい、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。